各都市の諸問題や連携について話し合う九都県市首脳会議が開かれ、猪瀬知事は政府による地方法人税の一部国税化に対し一致団結して反対するよう協力を呼びかけました。九都県市首脳会議は1都3県の知事、5つの政令指定都市の市長が参加するもので、毎年春と秋に開催されています。会議では地方分権改革について話し合われ、猪瀬知事は政府が検討している法人住民税の一部国税化について、地方の自治権を奪うもの、九都県市として一致団結して国に働きかけたいと強い口調で訴えました。これに対し埼玉県や神奈川県が賛成意見を出したほか、川崎市の阿部市長は地方間の対立を煽るのではなく、都のような財源のあるところには国の権限を移譲することによって仕事を増やすべきと賛同しました。猪瀬知事は全国知事会などではなかなか賛同が得られなかったことから、少しずつ支持を広げていきたい考えです。直撃を受けるのはやっぱり政令市です。ですから政令市の皆さんがきちんとこの点を、法人住民税の国税化というのはおかしいということについて、今回共有したというか認識を共有してきちんと一緒に戦っていこうと。九都県市では議論をまとめ、地方税財政制度の改革を求める要望書を国に提出する予定です。